チュルルガポッポをお題にしてあいうえお作文作ります。チュルルガポッポの地、近くにいてチュルルガポッポの湯、指を絡めて、おっとエロい展開になってきた。チュルルガポッポのル、長くなりそうなんで続きはウェブで。はい、いやー、切なケース来たよ。今回もやっていきます。チュルルガポッポー、この野郎。前回のパートをマギッコがメタル化して襲ってきたんですけど、マギッコを倒したらゲームオーバーになるみたいで、で、よく考えてみたらこっち行ってなかったんで、こっちちょっと先に、あ、そうそう、こんなん出てくるんよな。もしもし聞こえますか、ブラジルの人聞こえますか、隣のクラスの人聞こえ、なにこれ、またできた。この前電車の中に虫がいたの知らんがな知らんがな、窓開けて逃がしてあれば、おしまい、おしまいかい電車に虫がおることしかわからんかった、なんもないんかい何だったんや、うん、電車の中に虫がおるったんやな、そりゃ虫の1匹や2匹おるわ、うん、地球に人間が60億とおるみたいなもんや例えがおかしいか。あー、そう、この先道なりですって来るんよな。で、ここじゃ、確かこの中入ったら、来たー、出たか。お前の会話全部カットさせてもらうわ。これどうすればいいんだろう、選択肢なかったし、マゲコが出てくるだけやし、これ見てみ、メダルマゲコメタル化してなんか意味あったんだろうか、色が変わっただけに見えますけど、排除するんやって。これ通常攻撃しかないもん、あ、何もしない、あるんだよ。あー、左押したら、右左右のやつ押したら何もしない出てくるんだよ。じゃあ何もしないでいいや、グワーン、マゲコちゃん、マゲコちゃん、マゲニャマゲニャマゲニャ、気づいて、私よ、私吉川なの。あ、ここにしてもだ。ごめんね。ああ。耐えろ、私。マギナに機械を、ファイヤーボールでどこから出した、お前。お前自身がファイヤーボールになって突っ込んでくるんか。よし、いいぞ、防御しとんで。いいぞ、お前。もう、お互い、ちょっと傍観し合おうぜ。いけるぞ、お前。ファイヤーボールとか頼んでいい、頼んでいい、そういうの頼んでいい。俺が死ぬ。ああ、やばい。もう一回食らって死ぬ。イベントだった、これでよかったんかな。マゲニャン、目を覚まして、マゲニャン、マゲニャン、その髪型翼ちゃんみたいで可愛いよ。え、マジ、やっぱりそう思う私も最初翼ちゃんと同じ髪型じゃんって思ったさ。でも翼ちゃん可愛いし、まあ同じでもいっかって感じなんだよねマキちゃん、私こっから出たいの、何か方法があったら教えて、お願い。お、来た、吉川さん、マキちゃんの心に問いかけとる。あるにはあるけど、でもね、お願い翼ちゃん教えて。あだ名が翼ちゃんになっちゃったよこの先にいるレイコを倒しなさい。私ができるのはここまでよ。ありがとうマキちゃん。いいのよ、あなたいい子だもん。私のこと翼ちゃんって言ってくれたし。そこなんや、いい子ポイント、そこなんや、いい子ポイントもらったのそこだったんや、ポイント。私たちずっともだよ。それはない、それはないわずっともではないわ、ごめんな。 HP が1になった。ラクダの花水使う時が来てしまった。グエさあ行こうさて行きましょう。レイコおるんか、おりそうな雰囲気になった。レイコおりそうな雰囲気になった。絶対おるわ、これ。こいつ倒してもグッドエンドじゃ。あ、なっちゃん。なっちゃんこんなとこにおったん、どこでこれ何、こいつなんなんお前。なあ、レイコ、お前の親ちゃうんか、これ。気になるんやけど。正直、なっちゃんよりもこっちの方が気になるぐらいなんやけど。うん。あら、あなたのような人間にもここまでたどり着けたのね。褒めてあげるわ。レイコさん。あ、
あの子が捕まってる。レイコさん、その子をすぐに話してあげて。ティマ・ナツコの故障かしら。ダメよ、ティマ・ナツコは去年の全国模試で私から一番を奪った女。それまでは私が中学チャンピオンに君臨してたというのに。こいつにいいな、こいつ全国にいいな、全然そんな感じに見えん。なんかこいつこんなやつに取ら全国に取られそうと思ってさぞかし中学全国の中学生は残念なことでしょう。この女は私をチャンピオン、私のチャンピオン人生に泥を塗ったら許せない。そんな理由で。だから今度は私がこの女の人生を泥に塗ってあげるの。あの天才と呼ばれた、天才と言われたティム・ナツコが高校受験失敗に言ったら面白いじゃない。ああ、推薦とかでね、どうにかなりそうな気がするな。そしてこの女が落ちた高校に私が告白する。世間はこう言うでしょう、私ことが本当の天才であると。それ以上に ない最高のシノリオだわ。レイコ、その女、その子は関係ないわ。試験を受けさせてあげて。そうはいかないわ。だってこの子は廊下で迷っていたチマナツコを助けたじゃない。チマナツコを助ける人間は誰だって許さない。そんな気がする。今日この頃あなたも一緒に試験に落ちてもらうわ。わあ、とばっちりやー。かー、くそー、なっちゃん助けたことがこんなことになるとは思わんかった。レイコ、レイコ、お前の言いたいことは全然わからん。よくわかるけどっていう展開のようで、よくわからんのよね。わからんのよわ。ピューこの目は、レイコの本気の目だわ。なんか小学校の時に一回だけ見せた目だったよな。逃げて、早くここから逃げるのよ。逃がさない。もう、やるしかないのね。来たか、お前、じきじきに。これまでの恨み晴らしてやるぞ、こら。ほら、こら、お前、アイスエッジってどこで覚えたんや、お前。なんなん、魔法科高校の劣等生か、お前は。魔法科高校に、魔法科中学校に通いった、お前。やばい。やられた。嘘やん。嘘やん。これ、絶対、回復アイテムとか残しておかなあかんパターンだったやつやん、これ。そんなんある？ないよな。嘘やん、これ。はい、やり直してこの感じで回復アイテムを温存した状態でセーブします。ピンポン。これでもうレイコ対策はバッチリだ。あと4枚全回復じゃん、こら。よっしゃあ、これでもう勝てるぞ、これで。レイコ、お前、なっちゃんを助けてやれ、お前。なっちゃんには罪はない。悪いわな、近所の田中さんや。てかこの曲なんなん。お前のとの顔はパスじゃ、いちいち聞いてられんのじゃ。おい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 やるぞ、こら。これ通常攻撃以外ないん？なんか、レイコさん対策の必殺技とかないん？もうレイコさんの首絞めるとかそういうコマンドあってほしいんやけど。それか頭狩るとかさ。こちょこちょ攻撃とか。あとはさ、そうやな、ロッカーに押しピンぶち込むとか。いろいろあるやろ。倒した。順調に倒してしもった。ガホ倒したー。そして助けた。結果こいつの正体は何も分かりませんでした。レイコさんの肩身ってことにしておきましょう。レイコさんどこ行ったんだろうね。レイコさんは死んでしまったの？大丈夫よ、安心して。ここはレイコが作り出した仮想世界。レイコが作り出した？レイコすごいでないか、お前。意外と天才だったんじゃ。天才とバカは人ん？何だっけ、天才とバカは紙一重だ。人一重って何だ。俺がバカみたいになってきたんじゃないか。天才と
バカは髪ひどいってやつなんやな。髪ひどいどころか完全にバカ酔いだったけどね。だから本当のレイコが死ぬことはないわ。そうなんだ、よかった。さあ早く元の世界に帰りましょう。仮想世界のレイコがいなくなれば帰ることができる。こっちの世界でだいぶ時間が経ったようだけど、元の世界では5分ぐらいしか経ってないわ。うわー、ご都合主義ってやつやんこれ。ご都合主義やんこんな。よくアニメであるような。だから何も心配いらないの。うん。うおー、なぜ叫ぶ。ジュルルがポッポー。なんなんだ、ジュルがポッポーで結局なんだったん。快適だ。その後無事に元の世界へと戻った私たちは自分たちの教室へ向かい試験を受けました。めでたしめでたしかな。手応えは十分、いつも以上の力が発揮できたかな。えへん、やがったやん。奇想天結の天の部分ない。最後ひどい展開で終わるんかなと思ったら意外ときっちり終わってしまったね。あー、よっしゃー。というわけで今回チュルルがポッポ完結でーす。やったねー。もう破天荒なゲームだったよ、シュールだったよ。ところどころ変なボケがたくさんあって面白かったね。とりあえず一つ言えることとしてはね、チュルルがポッポって何。なんなんあんな、なんなん、意味はないけどちょっと走ってみたら面白い系の言葉なんかな。俺で言うバックステップの神様みたいなんかな。じゃあチュールがポッポーに負けんようにバックステップの神様を押していかなあかんな。バックステップの神様、バックステップの神様、チュールがポッポーとバックステップの神様。ザ・エンド。やったー。終わったー。というわけで今回はチュルルがポッポ完結。次回から何するかな。とりあえず2周目の消化早押しなあかんなーって感じです。多分次にやるのは可能性の2周目か。待てよ、もう一つベルとお菓子の家の2周目もあるんじゃ。どっちかやります。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。そうだ、さつまけつきの動画を見よう。さつまけつきの動画は